どうも皆さんこんにちは、ガズでございます。今回はですね、高橋洋子様の歌う新世紀エヴァンゲリオンのテーマソング、残酷な天使のテーゼをウクレレでやりたいと思います。はい、勝手ながらですね、コードはものすごく簡単にアレンジさせていただきましたので、まあ、コードを一生懸命覚えてリズム通りにやるっていうのを目標に、右手はそれぞれの人の、レベルでいいと思います。まだ慣れてない方は1、2、3、4、はい、次の方はジャンジャジャンジャジャン、できる方はジャン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 でやりましょう。コードの解説はまあ後ほどしますので、一回ちょっと曲やってみたいと思います。はい、死のように少年よ、神話になれ、ペペ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 。そういうわけでちょっと16ビートでカチャカチャ忙しそうな感じだったんですけど、まあ右手のレベルはそれぞれの方のレベルでやってください。まあ、例えばちょっと初心者気味の方は、こんな感じ。そしてまあ次のステップの人は、こんな感じで、自分のレベルに応じてやるといいと思いますよ。はい、そしてB メロのところなんですけど、ちょっとやってみますね。だけどいつか気づくでしょう、その背中、ここってアレンジしました。本当はコードがこんな感じで動くんですけど、まあちょっとそれ入れると難しくなっちゃうんで、まあ歌優先で考えまして、C を押さえて、今1弦の3フレットですね、この3フレットの音をこんな感じで使ってます。まあ、こういうのもちょっと織り交ぜてやってみます。はい、ではコードの確認します。ここにコードを用意してます。じゃがじゃん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 。C F G 7 A マイナーもこれはいいですね。D マイナーよく見ると F の親戚です。F の同じところにここが足されてます。で D はまあ私がよく言ってるように、このここが黒で書いたところが正しい押さえ方ですが、赤いところを押さえると結構楽に押さえられますよと。で E7 も G7 の親戚ですね。この1フレットを見てください。ここからここにずれてるだけなんで、こうやって考えるとね、まあ、ほぼ4つプラス、あ、7個なんですけど、もうちょっと少ないイメージでできると思います。コード7個だけど、まあ、5つぐらいのコードでできるように、頭の中の切り替えをしていくといいと思いますが、ひとまずですね、ゆっくりでいいんで、リズムが同じでできるようにやってみましょう。それではガズレレでした。さようなら。バイバイ。